この動画ではマップの基本操作やお店情報の調べ方など便利な使い方についてご紹介いたします。マップは紙の地図をアプリにまとめたものです。お出かけするときにとても役に立ちます。またこの回ではスマホで使われる基本的な4つの指の動作も一緒に確認していきましょう。それではホーム画面から Yahoo マップを開きましょう。1つ目の操作です。 Yahoo マップのアプリのマークを指の腹で優しくちょんとタッチしましょう。画面を指でちょんとタッチすることをスマホではタップと言います。アプリが起動し、画面に地図が表示されます。2つ目は移動の操作です。画面を上下左右になぞっていろんな場所を見てみてください。力強く押さなくてもそっと触れるように画面をなぞるだけで地図を動かすことができます。3つ目は拡大です。親指と人差し指をつまんで画面に置き、指を外側に広げると地図が拡大されていきます。拡大していくと建物や駅の名前などの詳細な地図が確認できます。4つ目は縮小です。 2,3 センチメートル開いた指2本を画面に置き、ゆっくりつまむ動作をすると縮小します。繰り返すと地図が縮小され、より広い範囲を見ることができます。次にマップアプリで最もよく使う機能を紹介します。現在地の表示です。現在地を表示するには画面右下にある矢尻のような形のマークをタップします。いかがでしょうか。今いる現在地に戻ってこられましたか。基本操作を一通り確認したところで、このマップアプリを使って日常役立つ使い方を紹介していきます。一つ目はお店の詳細情報の調べ方です。マップ上の見たいお店の名前をタップすると、画面の下の方にお店の名前が大きく表示されます。さらに表示されたお店の名前をタップすると詳細情報が見れます。さらに出てきた情報を下から上になぞってみましょう。店内の写真や口コミ、混雑時間もわかります。またお店に電話をかけたいときは受話器のマークをタップすると電話が発信できる状態になります。お店の予約をするときなどにとても便利です。次に目的地までのルート検索をしてみましょう。行くところが決まっている場合は駅名や店名などの名称を入れます。それ以外にキーワードで探すこともできます。今回は飲食店で検索したいので、画面の下の方にある検索バーにラーメン店と入れてみましょう。検索バーの右端にあるマイクマークを使うと、マイクをタップして喋るだけなので便利です。現在地近くのラーメン店の検索結果が表示されました。では気になるお店の名前をタップしてみましょう。画面の下の方に写真や口コミ、混雑時間などの詳細情報が表示されます。目的のお店まで道案内をさせたい場合は、画面右下のルートと書かれた青いボタンをタップします。現在地から目的地までのルートが青い線で表示されます。画面の上の方にある自動車や電車のマークをタップすることで交通手段が選択できます。今回は徒歩のマークを選んでください。最後にナビ開始をタップすると音声で道案内が始まります。青い矢尻のマークが今いる場所です。矢尻マークも進行方向に動くので
道から外れていないかどうかが分かって便利です。マップアプリを使うと、声で目的地を喋るだけで行き方を教えてくれるので、初めて行く場所でも安心です。この道案内は、目的地に到着するまでずっと案内を続けるため、右下の終了で停止しておきましょう。以上でマップの基本操作と便利な使い方は終了です。その他、機種別の詳しい使い方についてはソフトバンクのショップでご案内しております。ソフトバンクではスマホデビューのお手伝いや、持っているスマートフォンをより活用していただくためのサポートを行っております。ソフトバンクのスマホ教室は全部で30講座以上、どなたでも何度でもご参加いただけます。ご家族やご友人と一緒にご参加ください。